和田正幸と赤羽健二の和田クスチャンネルさて本日も和田クスチャンネルお送りしていきますということで最終回は何を喋りましょうかラストだからたっぷりちょっと何を喋りますりまう言うて何を喋りますですよ本編でも言ってくれてたなんかやっぱりコロナ禍ならではのこの一年三ヶ月だったから本当についこの間みたいだもんねあの文化放送の会議室で打ち合わせしましょうって言ったのも なん,かあなんか写真撮ったってことですねかね 1>, 1年以上前と思えないぐらいまあそういった意味で本当になんかコロナ禍になってから割とね大変なこと多かったけど時間としては割と早めの印象はありますよね,ねどこの現場もねとは思いますけれどうん,うんまあだからラジオってどうしてもね人と人がこう付き合わせて喋んないといけないからどうしてもねまだまだ一応対ね感染対策 そん、ね、なところでねマスクをしなきゃいけないっていうのは、うん、まあなんかネックですよね、うん、ずっとやってきましたけれどもこのアクリルパネルにはちょっと慣れましたね、うん、なんかねこれがなくなったら今度寂しくなるんだろうかねまあだからだそこもなんか気になりますよね、うん、アクリルなくなったらなんか意識しそう勝手にみたいな <laughs> <laughs> そうそうそう、ね、そうそう,そう なんかねだからアフレコもねやっぱアクリルの布っぽいの乾燥とかもかけてるけど、うん、まあ,あれなくなったらまたそれはそれでだし、ね、昔みたいにマイクワークとかちゃんとっていうか,なんか人と同じマイクに入るの嫌だっていう人出てきそうと思ってあそ,うかその気もちょっと,わかると思っ分かるって、うんうん、消毒シュッシュッとやったってねちょっと嫌だなんかねでもそれが当たり前だったのにねみたいなとこあるんですけど。うん って感じるからね。どうなってくんでしょうね。もう世界はとかと思いながら、うん、ね<ー>。カブネケ世界を語るというテーマでいや全然語るな世界遺産でとどめておきたい。いやだからね次回からほら尾崎さんになるうん、うん、僕多分、ね、接点がないんですけれど本そあれさんのケモフレとかねあとレディかスターライトとかかな番組の方向性的なのなんかちょっと変わるんですがこう深掘りほら今ちょっとメディアの、うん こういいっっったたたアニメ業界の深掘りみたいなのを割とややてきましたけれどぱそこは持ち味の一つだからこの番組の変わらずなんですけど、まあ、バネさんとその1年3か月前にも話した「WADA×X」x、の和田ック x ラジオなので X の部分が化学反応でバネさんだったらやっぱりバネさんの個人的なこととかその好きなこととかそのパーソナルなことをどんどん掛け算していきましょうだったから。 だからね尾崎さんと話してるのはなんか映画が好きだとかね<ー>聞いてるからアニメだけじゃなくて洋画、法画含めた映画の話を結構掘ってったりとかするかなーってのとあとやっぱ尾崎さんが好きなものっていうのを今聞かせてもらってるので<ー>きっとお話ししていく掛け合いのことが変わっていくと思うんですよね。ななななるるほほどどじゃあ尾崎さんのの割と好きなものが 出てくるかもしれないといととうこと確かに尾崎と何好きかねやっぱ接点ないから何も知らないので、うんね、分かんないよもしかしたらお金のことめっちゃ喋りたがるかもしれんしまあそうして言っくれた方が僕は好感度は高くなりますけどね、うん、<laughs> あんまねお金の話する女子もそんな多くないですもんねだ上のね一人になるとなんかね 野さんとかねうん、うん、話してたりてかまさにね資産形成の話とかだってそうそう声優さんも個人事業だからむちゃくちゃゃく大事な話ですよね40506070になってもどういうふうに生活していってどうやってお金を運用管理するかっていうのは確かにテーマなんでんいやでもばねさんのおかげでやっぱりここってねこれまでのワダックスラジオでは あんまりお金の話は触れたくないですって話もあったからまあ別にいい,はいい話っていうかなんか確かにパ <laughs> っと見なんか聞いて別にねすごい好感が持てる話はそんぽんぽん出てくるわけじゃないですかんねがってるが生々しい話ではあるじでバネさんの面白いところね <laughs> でも生々しいっていう言葉をこの一年半などんだけ喋ったかですねでも生々しい話を多分していかないといけない時代な気もするんですよねそうねなんか、うん 昔ほどなんかこの業界が見えなななないいっっって感じじはなくなっちゃったじゃたですか、うん、結構みんなから見て割とおっ広げにちゃんと見えるようになっ、ね、業界になってきたけどなんかお金だけはなんか見せないっていなるとそれはそれで業界としてちょっと気持ち悪いところもあるじゃないですか。うんうんうん ね、な,んかなんか悪いことしてんの声優業界みたいなね,ね<ー>って思われても仕方がないから、うん、真っ当なことですからね,ねちゃんと我々もちゃんと真っ当なギャラ頂い,いて真っ当な仕事してますみたいな、ねうん、そういうのは全然お話ししてってもいいし多分ね特にだからアニメの制作の特にそっちの側のお金の話はもう少し広げていきたいですよね。あ確われわれ声優ももちろんそうだけどなんかアニメに使われているお金だってやっぱ声優も知らないですもんやっぱり、うんね。使われてるるだけのの人間ででもあるので、うん でも本当はそういうのって業界でそろそろ共有していっても、うんまあ、透明化というかねかうそう誰に一番お金が入ってて誰にこう、ねまあね、お金が入ってるかねもにょもにょって誰,誰に一番お金が入ってるか <laughs> いや多分それもだって多分現場であるんじゃないですか監督がすごい有名だ多分監督にお金が多,分多めにいくとかそういうのも,ものもあるんでしょうし監督も1本30万ぐらいですねやっぱね。 そうそうそうだから監督も実は監督だけで食っていける人なんて実はいないとか本当はそういうね話も実はね監督業でやってるけど、うん、実は演出も結構やってて実はそっちで稼いでるっていう監督さんもたくさんいますからね<う>だからやっぱりね。お世話になってる監督さんとかと話聞くと、うん、やっぱり本当安野さんレベルにならないと監督業としてちゃんと。 食っていいける人はいないと思う監督だけでっていう人はいないと思う,う、ね、みたいなねお話をしてるしねそうそういらっしゃったりするので、うん、なんかねそこら辺ん本当はねまだまだお金の話としてはね攻めていきたいところではありますよね。うん、うーんというわけでね結局金トークで終わったんですけど <laughs> <laughs> ごめんバレた今それほどでその話をしてもらいたいなと思ってこう。<laughs> うんというわけでございまして <laughs> はい、はいえー、お世話になりましたということで、えー、締めたいと思います、えー、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と赤羽健二でしたありがとうございました。